こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、皆さん銀座からですねお届けをしたいなと思ってるんですが、僕がですね今日来てるのはこちら。皆さんちょっと動画の中でもですね最近取り扱ってるので皆さんもご存知かなと思うんですが、プラステ東京店さんにですねお邪魔させていただいています。まあ僕もですねここの店舗は割と頻繁に来てるんですね。というのもこちらはですね僕たち世代にとっては懐かしい旧プランタン銀座、今はですねマロニエゲートという名前に変わってるんですが、こちらにですねユニクロさんが入っていて、その中にですね今このプラステさんも新しく入っているという形で、割と買い回りもしやすいですし、大人の男性にとってもねすごくこのおすすめのブランドだったりするので、今日はこちらの方からですね秋の新作の中でおすすめのものをですねだいたい7点ぐらいですねピックアップをして皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。ちなみに今回の動画は PR とかではなくて、僕の方で無理をしてですねちょっとこう店頭で撮影させていただきたいということで、実現した回になります。もう忖度なしでこれは本当にいいですよというものをですね厳選してお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ皆さんも秋のお買い物の参考にしていただきたいなと思っています。ちなみにですね今回は僕はですねメガネをかけているんですが、数日前にちょっと物もらいを発症しまして、ちょっといつもよりレンズ濃いめでお届けしますが、そのあたり、ご容赦いただければなと思っています。それでは早速行ってみましょうかね。プラステさん本当にねいろんなアイテムがあるんですけども、まあ、ジャンルとしてはこちら見ていただきたいんですが、ちょっとこうビジネスっぽさが出るようなセットアップですね。綺麗めでお仕事でも使えて、なおかつちょっとこうお食事に行く時とか綺麗めなカジュアルとしても成立するようなものがこの辺りのゾーンにあって、まあやっぱり代名詞と呼べるようなラインかなと思っていますね。今のこの現代の仕事着というところにもすごくフィットするので、まあ、使い勝手いいなと思いますね。そしてこちらの方がちょっとこうスポーティーな雰囲気のアイテムですね。なんかねスポーティーなアイテムというとこうスポーツブランドのアイテムだとかアウトドアのブランドのイメージが強いですが、まあそういったものもいいんですけども、スマートでシャープに都会的に見せるという意味ではこのあたりのシャープなラインもまあ人気のラインで使い勝手がいいなと思うんですね。まあこのあたりも着てみたいなと思うんですが、まずはねやっぱりちょっとこのセットアップですよね。マネキンが着ているこのセットアップすごく上品ですよね。まあ、質感もいいし、なかなか雰囲気いいなと思うので、まずはこれ、せっかくなので羽織ってみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか？なかなかバランスの一着だなと思います。まあ、ネイビーのね、こういったベーシックなジャケットというのは、かなり使い勝手が良くて、まあ、ビジネスシーンでも使えますし、オフのシーンでも使えるかなと思うんですが、見てください。質感ですよね。これがすごく良くて、表面に微光沢があって、ネイビーの色味もですね、上品に見えるんですね。このあたりは結構ジャケットが好きな方が着てもですね、満足度は高いなと思います。まあ、ベーシックなネイビーだからこそ、このようなちょっとこう微光沢がある方がよりですね、違いも出せるので、なかなかいいんじゃないのかなと思います。襟幅もですね、まあ割とこうスッキリめで、モード感もあって、なかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、ネイビーの単品でブラックのパンツ合わせてもらってもいいと思いますし、もちろんセットアップですね。まあこちらのマネキンが着てる形がまさにそんな感じなんですが、上下で揃えてセットアップという形も間違いなくハマりがいいですね。薄手の中はニットだとか、あとはまあ今だったら T シャツとかで合わせていただいてもいいと思うんですけども、そんな形で使っていただければかなり使っていただける範囲は広いんじゃないのかなと思いますね。着た感じもさらりとしていて肌触りがすごくいいです。そして軽いんですよね。この着用感の良さも含めてかなり魅力的だなと思います。まあ僕もねユニクロさんのジャケットもよく着ますが、やっぱり価格帯は上がるんですけども、大人の上品なお洋服ですね。日常着なんですけども、ちょっとこう背筋を伸ばして、おしゃれをして出かけたいっていう時にまさにぴったりの雰囲気が、まあ、プラステさんの特徴なのかなと思うんですね。まさにそういったところを象徴しているようなジャケットなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてこっちのゾーン行ってみましょうかね。この中でちょっと気になるのは、皆さん見てください。あちらのシャツなんですよね。僕はシャツが大好きなので、本当に毎シーズンいろんなものを買うんですけども、その中でもこちらのね、シャツがなかなか素敵だなと思いました。
うん、見てください。まあ、色はですね、ベージュですかね。表記で言うと、ベージュですね。ベージュの中でも少しこうグレイッシュな感じがして、まあ、上品な見え方する、秋冬にまさに適したような色合いで、この微光沢の感じがなかなか素敵なので、ちょっとこちらを着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これはですね、シャツ大好きな僕にとっても、かなり気に入りましたね。大好物な見た目ですね。まあ、サイズ感は、プラステさんらしいですね、大きすぎず、適度にトレンド感を用いたような、ジャストサイズから少し緩さを出したようなサイズ感で、大人見えするんですね。そして素材感もですね、これはポリエステルとレーヨンをミックスさせてるんですけども、微光沢があって、すごくですね、上品な見え方になっています。で、色味がすごくいいですね。ベージュなんですけども、ちょっとモカとかブラウンっぽさもあって、この曖昧な色味というところがすごく上品なのと、こういったねボタンなんかの副資材ですね、このあたりもしっかりと上品に見えるものを使っているので、まあ本当に完成度が高いなという印象ですね。これ1枚羽織るだけでもう上品に見える大人スタイルがすぐに実現できるので、これはすごくいいです。まあ、ベージュもいいんですけども、結構このですね、グレーの色味もいいですよね。まあ、中間的なミディアムグレーぐらいの色味で、これもまたなんか大人っぽくて上品に見えるので、なんか奥さんと一緒にデートに行くときに着るのもすごくいいなと思いましたね。プラステさんの商品って結構男性目線で見ても素敵なんですけども、女性から見たときに清潔感があって大人っぽく上品に見えるというところ、このあたりもしっかりとなんか抑えてあるのがすごくいいなと思うので、まあ、奥さんだとか彼女さんからの印象もすごくいいんじゃないのかなと思うので、このシャツいいですね。もう着てこのまま帰りたいぐらいすごくハマっているので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。まあ、ちなみにこちらでサイズ M ですね。先ほどのジャケットも M サイズなので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてこちらの方に行ってみたいなと思います。ニットですね。秋冬といったらもうメンズのですねトップスの中で、まあ、欠かせないのがニットだと思うんですね。まあ、パーカーだとかスウェットもすごくカジュアルでいいんですが、大人の男性が1枚で着ても様になって、なおかつ、まあ、重ね着のパーツとしてもすごく使いやすいのがこのあたりのニットなんですけども、もう鉄板で使いやすそうですね。こちらの、まあ、中肉厚のニットですかね。このぐらいの厚みが、まあ、僕はすごく使いやすいなと思っていまして、先ほどのセットアップの内側に入れていただいてもいいですし、あとこれ単体でもすごく様になるので使い勝手いいんじゃないでしょうかね。でこのあたりもやっぱりこうウールとポリエステルをで、こう、混合してあるわけなんですが、洗濯がしやすいんですよ。まあ、どんなにおしゃれなアイテムでも、日頃のケアがしづらいと、なんか着づらいなというのがあるんですが、まあ、プラステさんの商品はどれも洗濯がしやすいので、このあたりのニットもね、すごくガンガンに使いやすいのかなと思うんですよね。結構洗濯してもへたれないというところが、まあ、最大の特徴でもあると思いますし、ベーシックで使いやすいので、こちらのニットもちょっと実際に着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか？これまたもうベーシックでめちゃくちゃ使いやすそうですね。ベーシックなんですけども、本当に細部にこだわって作られてる感じがしていて、個人的にはこの中肉厚の厚みですよね。これがちょうどいいなと思っていて、もうね、秋になったらすぐに着れて、冬になってもこれぐらいの厚みがあった時に、重ね着もしやすいし、シルエットもダボっとしすぎてないので、結構様々な着方ができるかなと思います。先ほどの見ていたネイビーのセットアップの内側に入れてもいいと思いますし、単体でもすごくいいですよね。首元の締まり方、このあたりがポイントで、ここが僕はだらしなく開くのがあんまり好きじゃないんですね。しっかりとフィット感があって上品に単体でも見えるので、僕は下今ですね、なるべく見えないようなインナー T シャツ着てるんですが、その上に重ねて着るだけで十分に様になるので、なかなかいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、夏の終わりからちょっとこういったね、腕をたくし上げながら着てもらって、もうちょっと寒くなってきたら上に1枚アウターを羽織るのもいいかなと思うので、先ほどのネイビージャケットとすごく相性良さそうなので、ちょっと羽織ってみますね。はい、ジャケット羽織ってみました。もうハマり最高にいいですね。これぐらいの厚みだと結構使い勝手が良くて、ジャケットとも相性もいいし、もうちょっと先にね、季節が進んだら、まあライトのアウターだとか、あとはダウンだとかコートの内側に入れてもバランスいいなと思うので、かなり使い勝手良さそうですね。僕が今着てるのはベージュなんですけども、色味がライトベージュぐらいでかなり明るさがあるんですね。品のいいベージュで、これまた雰囲気がいいですよね。
他にもカラー展開豊富で、こちら見てください。まあ、結構悩みますよね。まあ、差し色としてこういったこうオレンジだとかイエロー系の色味もいいと思いますし、まあ、ベーシックにねこのネイビー、ブラック、グレーとかこのあたりも外せないかなと思うので、まあ、2色ぐらい持っておいてもいいかなと思います。明るい系の色と差し色か、もしくはベーシックなネイビー、ブラック、グレーの中から1色とちょっと明るめのベージュか、このあたりを選んでいただければかなりワードローブが充実するかなと思うので、ぜひ皆さんもこちらのニットチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてニットからまたニットに行きたいなと思うんですけど、こちらの少しカジュアルめのゾーンに入っていきたいなと思うんですが、先ほど、まあ今着ているニットなんですけども、こちらはまあどちらかというと綺麗めな雰囲気で、目も詰まっていて中肉厚で、ジャケットなんかにも相性がいいようなそんなニットなんですけども、こちらはもうちょっとざっくりとしたニットで、まあカジュアル寄りになってくるかなと思います。結構軽いんですよね。このあたりの着用感の良さというのもすごく実感していただけるかなと思うんですが、こっちのニットもちょっと普段ラフに着るにはすごくいいなと思うんですね。カラー展開豊富ですね。まあ、ベーシックなブラック、ホワイト、グレー、このあたりは鉄板です。またベージュもいいんですが、ちょっと気になるのが僕の中でも意外性あるかなと思うんですけども、このブルー系の色味ですよね。これが発色が良くて、なかなか素敵だなと思うんですね。というのも結構秋冬のお洋服って特にアウター系がブラックとかダークグレー、ネイビーが多くて結構暗くなりがちなので、その内側に入れてあげるとすごくバランスいいなと思いますし、1枚でも上品に見えるので、ちょっとこのブルーですねチャレンジしてみたいと思うので着替えてみたいと思います。はい、実際に着てみました。まあ、やっぱりこういった色っていうのはその実物と実際に着た時に印象は変わるんですね。単体で見た時にはちょっと華やかかなと思ったんですが、着てみるとなかなかいい色合いだなと思いました。しっくりとくるんですよね。まあ、色自体は綺麗なんですけども、ブルー系なのでメンズにも合わせがしやすいかなと思いますし、いつもの色合いの中に加えてあげるとちょっと違いが出せるので、なんか華やかさがあって気分が上がるなという印象ですね。これまた、まあ、サイズ感もですね、少しゆとりがあるんですけども、大人の上品さをちゃんと軸足にしているので、大人の男性に似合いやすいような質感になってるかなと思うんですね。そして、先ほどのニットに比べると、ちょっと目が荒くてですね、カジュアル感があるんですね。この感じもすごく好きなので、割とですね、これはカジュアルのニットとしては、使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ぜひ皆さんにも、これはベーシックなブラック、あとグレーも結構使いやすいなと思うんですけども、それに加えてこのブルー系がなかなかいい色合いだなと思うので、トライしていただきたいですね。ちなみに、例えばですね、この上にですね、アウター羽織った時に、このブルー系ってさらに印象がいいかなと思うので、この流れのままですね、ちょっと後ろに行ってみましょうか。これがね、すごく気になったんですよ。皆さん見てください。まあ、ボンバージャケット。まあ、いわゆるこの MA1 ですよね。これまた、ベーシックで使いやすいメンズの定番的なアイテムなんですが、まあ、本当にね、忠実にこう、オリジナルを再現しているというよりは、割とこう、都会的なシャープな雰囲気に、ちゃんとこう、リモデルしてあるので、これは大人の男性にも使いやすいかなと思うので、ちょっとこれを上に羽織ってみたいと思います。ということで上にですね MA1 のアウターを羽織ってみましたが、いかがでしょうか。これ単体がめちゃくちゃかっこいいですね。これは欲しいなと思いました。本来はミリタリー感のある MA1 なんですが、本当にデザインをですねシャープに無駄を削ぎ落としているので、都会的でシャープに見えますよね。これは単体でもすごく使いやすそうですね。質感もやっぱりこう上品な光沢感をまとっているので、なんか大人が着てもね様になるような、そういった短丈系のアウターかなと思いますね。これ内側に中綿入ってるんですよね。なので割とですね秋の後半冬の前半ぐらいまではガンガン活用できるかなと思うんですが、これに対して内側、先ほどのニットですね、やっぱアウターがブラックとか濃い色の時にはよりですねこういった差し色的な色がですねはまりやすいかなと思ってまして、ブルーとすごく相性がいいなと思いました。上下をですねちょっとセットアップっぽくですね色揃えて、そこに対して差し色でブルー、これは大人のちょっとしたアクセントカラーとしては使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ、まあ、スタイリングも含めて一つ参考にしていただければなと思っています。まあ、ちなみにですね僕はこっちのなんだろうな、まあ、王道のオリーブ色ですか。これまたかっこいいなと思うんですよね。
ちょっとこちらもせっかくなので羽織ってみたいと思います。はい、こちらのですねダークグリーンですね着てみましたが、これまたいいですよね。ミリタリー感が強いようなグリーンではなくて、大人っぽく上品に見えるような色合いで、なかなか雰囲気いいなと思いました。まあこれに対して先ほどのニットですね、まあ、さっきはあのブルー系を着てみましたが、今回はよりですねクリーンに着たかったのでホワイトのニットを合わせてみましたが、まあ、このような清潔感漂うホワイトのニット大好きなんですが、なかなかですねホワイト系ってパキッとした色売ってないんですけども、これはなかなか雰囲気いいんじゃないですかね。まあ、オリーブが持つですねちょっとこう土っぽさをですねホワイトでこう清涼感を出して着るのもすごくバランスいいので、まあ、こういったスタイリングを今回は組んでみました。まあ、その流れの中でボトムスも実は着替えてるんですね。こちら見ていただきたいんですけども、このボトムスのシリーズなかなかバランスがいいなと思いました。まあ、プラステさんの中で僕はボトムスは履いたことがなかったんですが、こちらはですねタックが腰回りが入っていて、まあ、今のトレンド感をしっかりと表現したような腰回りの雰囲気になっているんですが、膝から下はテーパードをかけていて、裾にかけて細くなっていくようなそんなシルエットになっているんですね。なのでトレンド感を抑えてるんですけども、だらしなく見えないような大人に適したような一本になってるかなと思うので、これはもう30代40代の大人の男性にとってはすごく使い勝手がいいなと思いましたね。で、質感がやっぱりいいんですよね。明らかにこのあたりはベーシックなものだからこそ質感の良さっていうところは差がつくかなと思うので、すごく雰囲気いいなと思いますね。もう本当に深い黒、そこに上品な光沢感をまとっていて、非常にこれ使い勝手いいなと思いましたね。これもそのまま履いて帰りたいぐらいですね、いい一本かなと思っていますね。ぜひこのようなね、まあ、ちょっとボンバージャケットはブラックにしようかダークグリーンにしようか迷いどころかなと思うんですが、皆さんもですね店頭でチェックしていただければなと思っています。はい、続いてですねちょっとこちらのスポーティなゾーンに行ってみましょうか。まあ、皆さんもね気になっていたかなと思うんですが、まあ、大人のちょっとしたこうカジュアルなシーンに使いたいのが、まあ、パーカーですね。羽織のパーカーは、まあ、使い勝手いいなと思うんですね。だけどもちょっとこうプリントが柄が入ってたりだとか、そういったものだとどうしても子供っぽく見えがちなので、まあ、大人の上品なパーカースタイルをですね試したいなという場合には、こういった無地系のものは使い勝手がいいなと思うんですね。まあ、素材感もスムースですごく使い勝手良さそうなんですが、カラー展開かなり豊富ですね。まあ、明るいカラーもありつつちょっとベージュっぽいものもありますし、個人的にちょっとね気になってるのがこちらのグレーなんですよね。この色味がなかなかいいなと思いました。なんかこうモノトーンのスタイルにもハマりがいいですし、皆さんのお手持ちのものともねなんか相性がいいかなと思うので、ちょっとこちらを着てみたいなと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、めちゃくちゃいいですね。パーカーも僕大好きで、本当にいろんなブランドのもの着ていますが、大人の男性に似合いやすいようなそんなディティールになってるかなと思います。まずポケットですね。フロントのポケットがいわゆるカンガルーポケットのような外付けのものではなくて、割とこうミニマルにですね省略されたディティールになってるんですね。このおかげで大人っぽい雰囲気も出るのと、あとはですねサイドですね、ここにジップがついてるのが最大のポイントかなと思ってまして、これを開けることで今下にですねボーダーのカットソーを着てますが、こういったものを少し見せながらですねレイヤードを楽しむことができるんですね。まあ、ベーシックなアイテムなんですけども、このようなちょっと細部にですねエッジが効いてるのが個人的にはすごく嬉しいポイントかなと思います。で、着心地もライトだし素材の質感気持ちいいですよね。まあ、着ていて楽だし、なおかつ色味の表現がすごくいいですね。グレーなんだけどもちょっとこうオリーブっぽさもあったりだとか、曖昧なグレーで都会的なアーバンなグレーという感じがして、これめちゃくちゃ色合いがいいなと思いました。先ほどのね、こうタック入りのボトムスと合わせていただいてモノトーンでコーディネートすれば、まあ、ちょっとねこうスポーティーな雰囲気もあるんだけども綺麗さを損なわないような大人のスタイリングが組めるかなと思うので、これなかなかいいんじゃないですか皆さん。まあ、リラックス感があるんだけども綺麗さも抑えたスタイリングということで、ぜひ皆さんもチャレンジしていただければなと思っています。はい、続いて、まあ、スポーティーなゾーンからもうちょっとですね掘り下げていきたいなと思うんですが、まあこのあたりも僕大好きなジャンルなんですよね。
シャツアウター、僕の動画の中でもよく出てきますが、このあたりもなかなかバランスいいなと思いますね。まあ、トレンド感を抑えたちょっとこう大きめの胸ポケットがついた、まあ、スポーティーな素材感のですねシャツアウター、これもバランス良さそうですね。まあ、ブラックでモノトーンで合わせるのもいいし、ちょっとこのベージュ、ブラウン寄りのベージュね、このあたりもいいなと思うので、すいません、もうたくさん来たんですけども、これもせっかくなので着させていただきたいなと思います。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。これは大好物な感じですね。めちゃくちゃ使い勝手良さそうですね。まあ秋は T シャツだとか、あとはシャツの上にさらりとこのようなライトなアウターを羽織るだけで、もう着こなしが完成してしまうので、すごく使い勝手がいいなと思うんですね。割とテック感のある素材使いで、すごくストレッチも効いていて着やすいのと、表面感があるんですよね。ちょっとこうシワっぽい感じになっていて、このあたりの平面に見えない感じが、僕味わい深くて雰囲気いいなと思うんですね。なかなかいいですよね。色味もブラウンで、まあ、ベージュとブラウンの中間ぐらいのコクのある雰囲気がなかなか雰囲気いいなと思ってまして、サイズ感も少しゆとりがあって、あとは大きめのポケットもあるので、アウター感覚で着れるシャツという形で、これも使い勝手良さそうですね。まあ、セットアップで合わせるのも良いと思います。このような形でセットアップの良さっていうのは、もう内側変えるだけで簡単に着こなしが実現できてしまうので、まあ、そういったこう手軽さだと思うので、セットアップでこういったブラウンで組むのもいいと思いますし、やっぱり一番簡単なのは、まあ、このような形でですね、ブラック系のセットアップで着ていただいて、あと内側はもう本当に T シャツでもいいし、先ほどご紹介したこちらのニットですね、ホワイト系で明るさを足してもいいし、こういったブルー系で差し色に使ってあげるのもいいと思うので、まあ、ここ固定しちゃうだけでだいぶ使い勝手がいいかなと思うので、このアウターもですね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね。これは使い勝手良かったなと思うので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただきたいなと思っています。続いてこのままラストに行きたいなと思うんですが、最後ですね、ちょっと前から気になっていたこちらのセットアップをトライしてみたいなと思うんですよね。なんかこうノーカラーのジャケットって僕はなんか雰囲気いいなと思ってまして、まあ、最初にご紹介したネイビーのストレッチの効いたセットアップもすごくいいんですが、まあ、もう少しこうカジュアルな場面ですね、ちょっと奥さんと食事に行くだとか、そういった時には、まあ、襟がついてるジャケットもいいんですけども、このようにちょっとこうね、カーディガン感覚で着れるようなラペルのないジャケットっていうのも一着あるとすごく便利だし、人との違いが出せるのでなかなかいいかなと思うので、ちょっとこれ最後に羽織ってみたいと思います。はい、ということで羽織ってみましたが、いかがでしょうか。抜群にかっこいいですね。もうシャープで都会的なセットアップが簡単に実現できるので、これはなかなかいいですね。まあ、ジャケット単体で見た時の仕立てもすごくいいんですよね。このあたりのジャケットも僕いろんなブランド着てきたので、まあ着るのであればちゃんとこうね、完成度の高いジャケット着たいなという思いもあるので、そういった作りの良さもちゃんと実感できるし、なおかつこのようなシャープな、ノーカラーのジャケットっていうのは意外と探しても見つからないので、これは使い勝手いいんじゃないですかね。内側 T シャツぐらいで合わせてもらったりだとか、あとはバンドカラーのシャツとかでスッキリと合わせるのもいいと思うんですが、なかなかいいんじゃないですかね。素材の質感もすごくいいし、シャープで見える都会的なセットアップが簡単に実現できるので、なんか僕の中では本当にこうプラステさんらしいセットアップになるのが、このノーカラーのジャケットかなと思うので、ぜひ皆さんもこちらもトライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回はですね、プラステ東京店さんにお邪魔させていただきまして、秋におすすめのアイテムをざっくり7点ということで、おそらく7点以上になってるかなと思うんですが、皆さんにご紹介させていただきました。非常に良かったですね。僕も実際に店舗に来て、まあ、これだけの量の服を着させていただくことで、よりプラステさんの魅力をですね、整理できて、まあ、非常に良かったなというふうに思っています。僕の中ですごく感覚としてあるのは、大人の男性が、まあ、ユニクロからお洋服好きになって、いろいろと楽しんで、その先どんな選択肢があるのかなという時に、まあ、ユニクロのベーシックな世界観からより一歩先に進めて、ベーシックを軸足しながら、
ながらもトレンド感もうまくミックスしてあるし、素材感がより上品にアップデートされているので使いやすいと思うんですよね。なのでぜひ皆さんも、僕の動画の中でユニクロさんのねものもいっぱいご紹介してるので見てるかなと思うんですが、そこから先の一歩としてかなりプラステさんは使いやすいかなと思うので見ていただきたいなと思います。まあ本当にねデザイン的に取り入れやすいし、商品量も正直ものすごく多いっていうわけではないんですよ。ユニクロさんがあまりに多すぎるので比較対象としては結構ナンセンスぐらいだと思うんですが、まあすごくコンパクトで見やすいっていうのは僕は強みだと思っていまして、どのアイテムも大人っぽくて上質なものが多いので、その中でコーディネートも組みやすいし、迷わず買い物できるというのもすごく強みだと思うので、その点も含めてですね、ぜひ皆さん、オンラインですとか店舗に足を運んでですね見ていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思うので、ぜひ今後の動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。